続きやっていこうと思います。で今回はねこっち側です。あ、ちょちょちょ、ね、あ、ついにお前牙を剥いたか。ちょっと待ってよ、ここを、はい、で杭にすれば通れますと。 OK、 前回ねこうほうきをね入っていて通れなかったところがあるので、多分そこを雲隠れだっけ、あれやれば多分いけると思いますので。あ、みやちゃん、よかじゃん、姉ちゃん、調子はどうだい。こちら宝のイカの合格室、宝物を見事に庭の隅っこで掘り当ててよ。おかげでまた新しい筆調べが。私のために無茶なことはしていませんよね。お二人ともあまり危ないことをしないでください。いいからいいから、姉ちゃんそこでおとなしくしてない。他のイカのを締め上げて霧の渦の正体を突き止めたら、そこから姉ちゃん助け出してやるぜ。よし、いいね、行こう。昔から本当ね、男の人は美人には弱いんですよね。羨ましいぜ、美人がよ。あ、こいつも多分降りてくるな。よいしょ。ほい。この間に通らせてもらうよ。オッケー。で、そしたら、そこをね、ほうきで吐いている人がいるので、これも、ほい。よしよし、これで通れるようになった。怖い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 。これもあれかな。よいしょよいしょ、よし逃げる。オッケー、これで先に行きましたね。うん、ここもまた中間ポイント。で宝箱があるので、あ、ちょちょちょ、間違った。一寸ちゃんで取ってきてもらって、え、無限さんやったね。はーい、んちょっと待ってよ、ここに来たのはいいんだけど。あ、なるほど。ここ水がここから、ここでいいのかな。水がよいしょ。あ、やばい、はい、よいしょ、はい、痛い。あ、でここも今度はこういうことか。よいしょ。あ、ちょ、あ、やらかした。くそ、なんかどん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 あれだね、アクロバットを難しくなってるんですが、それは。うん。あ、行けた行けた。した。あ、こいつか。あ、鼻から出てるんだけど、正気が。お、山子、あそこを見ろ。もしかしてあれが宝の帝じゃないのか。病で寝てよなんて話だったが、どう見ても野郎は都の木の元凶じゃねえか。さて、あいつはとっちみやにはどうしたもんか。さすがにオイラたちの体も蚊帳を通り抜けるほど小さくないぜ。そうですな。あ、敵がいる。ちょっと待ってよ、上に行かないとダメかな。よいしょ、上行って向こう行って、よいしょ、上行きまして、よいしょ、ん、あ、ずっと上行けるねこれね。降りてきて、宝箱とかないからそのまま行っちゃっても大丈夫そうですね。ほい、あ、やばいやばい。あ、よかった、間に合った間に合った間に合った。ほいほいほい、よし、オッケー、珍しく行けたぞ一発で。よいしょ、さあ、あ、なんか角のにめっちゃ宝箱あるな、行けるかな。お、細い細い道が。やべえ、ちょ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 、よし、オッケー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 、よし取れる。おう、
ようやく地図だぜ。なんかあれだね、なんかゼルダの雲を思い出すな。ね、あ、これをうっすーちゃんでもらって、浜札、あれでもこれどこに向かえばいいんだ、私当面に来たのはいいんだけど、でもなんか長々しいのが漂ってますね。行き止まりだもんな、でもここ行けないよな、切ってもダメか、はい、うん、あ、こっちが行けるね、よいしょ、はい、あ、いで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 、あ、やばい、あ、やらかしたばっかも、よいしょ、はい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 、よし、で、お、よしよし、わあ、これ怖いですね。こんちゃん、よいしょ、こっちおいで。やばい、 HP が枯れ果てている、大丈夫か、おお、あー、やらかした、おお、よいしょ、どっちだ、おお、なんか、あ、来たぞ来たぞ来たぞ、近寄ってきた、あ、早すぎるんだが、ちょっとこいつら、するじゃねえか、確かに元を立とうとするな、これが一番手取りもやかもな、でもこれどこから出るの、お尻からプって出るのかな、おいおい、ずいぶん可愛いもんがあるじゃねえか、ありゃ鷹の味方のプーのどちんこだぜ、あれにちょいといたずらしてやりゃ鷹の味方のやつはくしゃみでもしゃべるとじゃ外へ放り出すからな、まあそんなことはどうでもいいから早く奥へ進もうぜ、はい、最後はあれをチョンって叩けばいいみたいですね。あ、セーブできる。あ、よかった。よかった。結構ね、ここのダンジョン大変なんだよ、本当に。もう超アクロバティックでやから、本当に。ようやくここまで来れたぜ。よし、まだ時間はたっぷりある。奥に進もう。よし。この向こうに何が待ってるかな、ここまで来りゃ何が出てきても驚かねえな、まさかあの子今更帰るなんて言わないよな、もちろん大丈夫、いいじゃん、今回も腹決めていつ行くぜ、考える前に飛び込めてな、はい、ボスボスボスかな、おお、だーっと、やっぱりさ、剣リーチがないから使いづらいんだよな、だからさ、表陣技、これ表にしとこうか、そうね、そうね、あ、これもいいんだけど、ちょっとこれに行こう、おお、まかまかしい、ねえ、これ飛び降りやろってことかな、あ、飛び降りた、よし、なんか刺さった。
ってる刀が。なんだこりゃ。めっちゃ刀刺さってますわ。かっこいいですね。おお。疫病そのままや。ちょっと。体はやとに都中に撒き散らしてる我が悪夢。それは払うものとつまんだ真似をしている命苦笑め。だがここが人間の体の中とあっては容易に手が出せまい。天下一の生まれも高きこの妖刀金釘が貴様の血を吸いたいと泣いておる。さらなる敵にしてくれるゆえそこより一歩前へ出ろ。あ、イスちゃん。おお、かっこいい。へえ、何歩でも出てやるぜ。金釘野郎とは傑作だい。天命は名前でも負けてな。この無粋者め。からの帝の陰符の中、ここで暴れたらこの者の体は血とかがここであまりには着付け薬が省けるってもんや。それより都の切り騒ぎは全部地名の仕業かい。人間の体の奥底に取り付くなんざ手の込んだまにしやがって。お医者さんも天下の切れ者伝言丸でそんな枕方のへしおってやら椅子にけあ、お前背中に乗ってろと。はーい、ということで、お、早速、ちょっと待って、逃げる逃げる、どういう攻撃をしてくるかちゃんと見たことないですね。早い、ちょっと待って、お、ゆらっとしたかな。絶対これでしょ。よいしょ。お、いけるぞ。よいしょ。よいしょ。やっぱ、キーはこれだね。いて。この刀を置いて、いった。めっちゃいて、お、よしよしよし、やった。あ、こっちか。ちょっと待ってよ。こっちがピヨピヨで、こっちが。よいしょ。ほい。なるほど、ちょっと待ってよ。これ、アイテム使わないとだ、これ。アイテムだけど、無限炭が欲しいな。これか。これ使って、これ使って、あとは、久しぶりというか、初めてこれ使いますか、僕のオーダー。よいしょ。まだか。よいしょ。で、ちょっとゆっくりしてもらおう。そういうことか。背中はすぐ OK。 あ、さっき刀来た。ちょ、慌てる。ほい。オッケー、背中だな、背中。すべて背中を攻撃するべしだな。オッケー。来るぞー。よいしょ。ゆっくりさせて、背中を打つ。あ、背中。またか。よいしょ。ほい。あ、ちょ、あ、来るな。よいしょ、ちょっともう一回、もう一回。怖い、ほんとに。怖い。OK! いないな。
やばい、跳ね返したいのに。おーい。あ、よし、オッケー、来たぞ。あ、ちょ、待って。ちょ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 。怖い怖い怖い。せっかくいいとこまで行ったのにな。よいしょ。お、お。やばい、なんかやりづらい。ちょっと待ってよ、ちょ、装備変えよう。また剣がいいかも。ほほほほ、よしよしよし、おきあげおきあげおきあげ、来たぞ。よいしょ、はいはい、ちょ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 、はい、ほほ、あ、幸福のお札、なんかお札ゲットしたんだけど。違う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 、盗むんじゃなくて、違う違う違う、普通に攻撃。あー、もうクソこいつ。いいなー。オッケーオッケーオッケー。よいしょ、スローでお願いします。ほうほう、オッケーオッケー、来た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 、オッケー。ちょ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 、あ、スミが足りないの、嘘。もうよいしょ、はい、あ、倒した、危な、いやー焦った。うん、焦った。よっしゃ、新しいチームちょっと強そうじゃないこれ。それにタイプじゃない。あと、お、地返しの玉、また精霊なる光をその身に宿したマガタマ、浄化の力をもて敵を中する。都中に立ち込む人々を苦しめていた毒の霧は、都の貴族高野帝の体を救う妖怪疫病の仕業だったが、責任の怨念を宿した妖刀金栗こそこの妖怪の実態だったのじゃ。そしてアマテラスとイッスンはこの難敵に立ち向かい、僕が退治してみせたのじゃった。疫病が滅び去るとこの妖怪に操られていた帝は正気に帰り、都を追っていた毒の霧もしっかり消え失せた。戦う相手一息つくアマテラスたち、じゃが甘い宮の光景がその安らぎの時を引き裂いた。ん？バラバラに砕け散ったはずの妖刀金釘から黙々と立ち上った見覚えのある機械な容器、闇のように真っ黒い妖刀金釘の本領じゃ。そしてそれは間違いなくこの山田の王女を退治した時に空へ散った黒い影の一つだったのじゃ。そのゆがんだ本領はあっという間に空へ登り、春か海の彼方へ飛び去っていった。まるで己の仲間へその身を捧げに行くかのような。アマテラスたちに休む時間などありはしなかった。都の人々の元の生活を取り戻すには海が上がり水流の脅威もまだ残っておったのじゃから。あと、それからこの話にはもう少し続きがあるんじゃった。ほら、お前さんに一つあれを忘れておらんかの、か、かぐやちゃん。へへ、ざまみろい、このイスン様に立てつくにはあと10食は足りないってんだ。さて、あの子妖怪退治も私ここで一応いつもの勝ち時よ。一人君すっかり忘れちまってたぜ。ロニアまだかぐやの姉ちゃんが捕らえてるんだっけ。そうですな、早く出ちゃおう、こんな体内の中から。ちょ、消化されちゃうよ、危ない危ない。お父さんまだ寝てるようだな。こうして説明するのも面倒だし、じゃあこのままおっさんがやつって鍵を開けさせようってのはどうだい。分かってないようだな、もう見てなって。ん、ピョン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 、まずはこうやって胃袋を引っ掻き回して、あっ、うわっとっと、
お、お目覚めですか。お目覚めかな。お、お山子大丈夫か。ほらなんとか三日のさんたちゃんが安いことができたようだぜ。だってこのおっさんやつってかぐやの姉ちゃんとこまで行こうじゃねえか。お、なんだこの動きは、なんだこの動きは。あ、どうも。高野帝様も歩き回るほど回復されたのですか。ここにいるかぐやなのは帝様に仰せつかった通り捕らえましたが、そんな君がローにいるようなずと一体なぜそのような名誉。いや私には帝様の崇高なお考えが計りかねますゆえ。なんやこの動き。ふわ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 。高波方様、医者の治療もお受けにならないと申されておりましたが、ここはしっかり医者のもとで療養されてはいただけないでしょうか。都の民の中にはこの屋敷が病原だと申す者まで。いえ、私はそのような考え一切持っておりませんが。うんうん、とりあえずいい。あ、牢屋あった、ここか。あなたは宝の帝。あなたが現れたということはまさかあのお二人は。ああ、そんな私が巻き込んでしまったばっかりに。私は何とお詫びをしていいのか。そうだな、それじゃまずは月見団子を100個ほど用意してもらおうかい。え、なんでなっぷ。その声は明姉ちゃん、おいらたちがそう簡単にくたばってたまるかよ。おっさん腹の中の悪い虫に操られちまってたけど、おいらたちは片付けといてやったからそのうち元に戻るだろうぜ。あとはその前におっさんにもアローの鍵を開けてもらおうとするかい。よっこらせっと。あ、出た、かわいい。よかった、本当にほっとしました。ほれ、滝姉ちゃん、立ち話は時間はないぜ。どうやらこのおっさん、妖怪に操られていただけのようだが、屋敷中も大騒ぎにならないうちにどこか逃げた方が面倒がねえや。さて、あの子、おいらたちも出るとするか。こうして。フィクション。この帝がもうちょっとイケメンだったらな、かぐやちゃんと似合ってたかもしれないけどな。あの子はその顔、やっぱりあれをやりたいのか。確かにあれがないと締まりが悪いからな。竹姉ちゃん無事逃げたようだし、それじゃ一応味方のおっさんに目覚めの一発決めてやりな。はい、よくも裏若き乙女はやってやったな。ブーン。オッケー。おお、ボンタケなんちゅう。声のお話もちろん記録します。よし、終わった。いや、あれだね、一寸ちゃん、しばしの間でしたけど一緒にね、まあ、いつも一緒に旅してるんですけれどもね、顔を見て旅ができて楽しかったですね。うわ、ちは今まで一体何をしていたのじゃろうか。山で寝込んでいたらしいのじゃが全く覚えがない。確か都に竹の役を追いに来たかぐやという名の娘が持つ火の海を渡ることができる秘宝を一目見ようとしたんじゃが、彼女はこの屋敷に招こうとしたところから記憶が途切れておる。まるで付き物に疲れていたかのようじゃ。いたさ、探せ直さんだぜ。まあ、竹姉ちゃんも無事だったし、今回は咎めなしにしてやらん。白い狼と、そして名誉な動く飴玉、眠っていられた夢の中で見たような気もするが、今回このような失態、早く卑弥呼殿にお詫びせねば。卑弥呼？そうだ、あの子を都中を巻き込んだ今回の騒動は、女王卑弥呼が談話に決め込んでるとはどういう理由かね。君の意識にこの立件高めの見物なんて承知できねえ。一言文句言わねえとムカッパラが収まらないぜ。ところで白い狼よ、お前の顔見てよとなぜか心が和むの。腹の内もに水くさいてるようなその安心感があるわい。そりゃあんたの腹の中しずくしてるからな。チンは妖怪牙という秘宝を集めておのじゃが、お前にはその妖怪牙と交換にチンの宝物をくれてやってもよいぞ。狼に宝をやるなどとバカにされようとも、お前はチンの幸運の狼きとぼり役があるはずじゃ。お前もその鼻で妖怪牙くらい拾いを集めてやのであろう。さあその牙とチンの宝物を交換といこうではないか。あ、旅の守り、あ、なるほど、黄金の桃、魔除けの鈴、ほう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 、早すみひょうたん、へえ、もう一応3本も持ってるんだ。全然なんか自覚がなかったな。はーい。あ、ここはよし、えとの置物取り、よし、高く売れるぞ。よし、ちょっと表陣に変えましょう。ふう、
じゃあちょっと外に出たところで終わりにしましょうかね。どうなってるんだろう。よいしょ、よし出た。どうもよし、飛び込んでよったのだが手を言うぞ。いえいえ、都の中ですね。ちょっと幸玉たくさん集めたいんですけども、できますでしょうかね。あ、たくやちゃん、うん、よ、たけみちゃん、せっかく自由の身になったってのに、こんなとこでポワッと何やってんだい。いや、あなたたちあの時のお二人、お会いした時は米粒のようでしたが、こんなにも凛々しいお姿だったのですね。そうかい。いや、よく言われるんだよな、凛々しいとかビビしいとか。いいよ。え、あ、そうですね、イスンさんも。それは竹姉ちゃん、今の都は何かと物騒だから、早いとこ竹爺さんのとこに帰ったらどうだい。他の帝王さん、あんたの手に何とかってたかに目がくらんだんだろう。また変な虫が寄りつかないうちに都を離れた方がいいぜ。それにじいさんも寂しそうにしてたしな。そうですか。あの方は私を本当の孫のように可愛がってくださいました。私も早く帰りたいのは山々なのですが。本当の孫のように。ってことは竹姉ちゃん、あんた本当の家族は他にいるのかい。まあ事情はよく知らねえが、竹爺さんが恋しいなら普通に帰りゃいいじゃねえか。私は自分が一体何者なのか、どこから来たのかさえ知りません。何もかも忘れて竹林の中に倒れていた記憶しかないのです。そんな私は知事様が家に招き、手厚く看護してくれました。その恩に報いるため、私は知事様の竹作りを手伝って暮らしていたのです。だからよ、最後はどうやって早く帰ってやらないんだっての。私昔のことは一切覚えていないのですが、このための騒動で一つだけ思い出したことがあるのです。ん、何何。牢に閉じ込められている間ずっと考えておりました。私は遠い昔、牢のように真っ暗な部屋の中で伊田さん何かに没頭していた気がすると。そして私は一刻も早くそこに帰らなくてはならない、そう感じたんです。ああ、随分漠然とした話だな。帰るってそれってどこなんだい。頭の中に閃光のように蘇る失われた記憶の断片、それをたぐると一つの幻が見えてきます。竹林の中、地に記された王家の紋章。そう、あの場所に、笹部橋に向かわねば。笹部橋、マジか。戻りますか、笹部橋。はい。突然どうしたんだい。さっきまで暗い部屋の中でどうのって言ってたじゃねえか。それは急に笹部橋だって。あの、スズメたちのところですね。私が帰るべき場所がどこにあるのか、それは分かりません。でも何か胸に押し寄せる激しい感情が、そこへ向かえた私の背中を押すんです。王家の紋章が待つあの場所に、笹部橋に向かわねば。あ、乗せてってあげるのに。ちょっと竹姉ちゃん、行っちまった。おー、ということで、じゃあ今回ここで終わりにしておきましょうかね。多分こういうのもあれでしょ、咲かせることできるよね。おー、やべえ、やった。あ、でも1かよ、しょっぺーな。でもさ、これ卑弥呼どうなの。卑弥呼、ちょっと卑弥呼のところ寄ってみていいですか。卑弥呼、こっちか。笹目郷に行くのか、卑弥呼に会うのか、どっちなんだろう。ああ、しつこいやつだな。はいはい。あ、やっぱ入れないのか、卑弥呼。そうだよな、行けないよね。じゃあちょっと今回この辺で終わりにしておきましょうかね。ちょっとセーブしたところで終わりにしとこうかな。ちょっとね、この辺のなんか、木とかね、まだ浄化ができるんですけれども、それについてはね、裏でやっておこうと思います。あ、どうも。あ、待って、あ、急に都の霧が晴れたのに気づいたから。じゃあ高山の帝に何か変化があったのでは。変化も何も、あやたちが一生懸命あれこれしてたな。あれ、そやぼいね、どうして高山の帝を放っておいたんだい。あんたの法律には霧の元凶くらい見通せたはずだぜ。やっぱりあんた卑弥呼と組んで何か悪さ企んでるんじゃ。いや、確かにそれは我の失態であった。しかし我にとって一階の二層に過ぎぬ。帝の味方を調べようのどれほどのことがなくてはな。とにかく綺麗な旗開けで霧が晴れたのは見事というほかない。だってこの問題が解決したとなれば、あとは。お、まだ話せる。はいはい。花丸を嵐回る水流は宝の帝の騒ぎどころではない。あのままでは貿易船も航海できず、都の食料もいつで底をつく。闇にうごめくワンマの影は未だその勢いそびてはいないのだ。この時にあの神器が。キツネクだな。はい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 。まあ、つづらの姉ちゃん、また会えそうだな。この人有能やったからな、めっちゃ強かったしな。待って、で
さらに外に出てみますね。よし、行くぜ。これ橋渡っ、あ、そう、牛若どこ行ったのあいつ。ね、セーブしたところで終わりたいんですよ。この出たところでね、なんかイベントがね起きそうな気がして。あ、お、戻ってる戻ってる。ここは芸大社にただれば向きでさっぱりなくなって、ちなみに滝が戻ってるじゃねえか。あの子は100年前にはこんなにぎやかなとこなかったんじゃねえか。遊んでもらいたくてうずうずしてるのがわかるぜ、この田舎者。まあ気持ちはわかるが、ここで遊ぶのもほどほどにいときな。もういつもそうやって大事な用事忘れるんだからよ。おお、特にイベントはない感じですかね。よし、じゃあ今回はねここでセーブして終わりにしておきましょう。いやー面白かった。ボス戦結構慌てたけどね。でもなんかあれだな、あのオロチ戦みたいな感じでさ、なんだろう、周囲を見渡さなきゃいけないよりもで一人の敵に突っ込む方が私は楽しいですね。だから今回もボス戦結構楽しかったな。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。